前回のあらすじ。ごめんこれパート1なんですけど、ふとした原因でゴムゴムの実を食べてしまったミグ。それワンピースや。そうして死神代行になったミグは。それブリーチや。ジライア先生の元で、なんか玉を丸める技の狩猟を行う。それナルトや。しかし、狩猟の際に食べたミップルーンにグルメ細胞が反応。それトリコや。中井貴一の元でミップルーンの狩猟を受ける。中井貴一どこから出てきたし。そうして、抜刀剣の技を極めたミグは。抜刀剣全く関係ないんだが。ミップルーンを貪りつつ、新たな世界へと旅立つのであった。とりあえず守衛所に謝りに行こう。ということでやってきました。どうも、ミグでございます。ツッコミ担当のマリサだぜ。やっと本職に帰ってきたモナです。今回から刀とプルーン使いのマインクラフトシーズン2やっていきましょう。やはりですね、ワールド名は今後の実況を左右すると言っても過言ではないと思うんですよ。だから、こう、もっとインパクトのあってクリエイティブなマルチソーサイティングなワールド名にしようと考えているんですけど。はいはい、カタカナ並べて頭いいアピールはやめましょうね。これで行きましょう。どこにもクリエイティブもマルチソーサイティングもないんですが。それでは、新たなワールドに向けて出発ですね。いやー、一体どんな世界が待っているんでしょうか。やっぱり冒険しがいのあるワールドがいいな。私は、ゆっくり生活できるワールドがいいな。これからのことを考えるとワクワクしてきますね。結構長いんですね。やっぱり思いもっとたくさん入れているからな。まあ、気長にミップルーンでも食べながら待ちますか。お前もミップルーンに汚染されたのか。気をつけろ。やっぱりこの盤面難しいよね。どれ、マリサに貸してみな。すごい、中コンボじゃん。こんなのまだまだ序の口だけどな。おし、レアガチャ回します。お、まだゴッドフェスやってるもんな。待ってください、私も混ぜてくださいよ。さあさあ、何が出るかな。おーおー、金の卵だ。さあさあ、どんなキャラが出てくるのかな。なにこれ。どういうことだよ、どういうことだよ。一体もうワールド作ってから4時間35分経過してるんだぜ。それなのにまだ読み込むとかパソコン壊れてるんじゃないのか。一体誰だよこんな低スペックパソコンを購入したやつは。私だ。とりあえずその顔殴ってもいいですか。嘘だ。お、やっと始まったな。長かった、本当に長かった。もう、ゴールしてもいいよね。まだパート1なんですけど。まあそんな冗談はさておき、この動画シリーズについて説明しますか。この動画の目標としては、この2つを目標としてやっていこうと思います。抜刀剣のコンプリートは、抜刀剣モッド、さらにそのアドオンを可能な限り追加したものを、すべて手に入れたいと思います。だいたい40種類程度ありますね。次にこの動画で使うモッドの紹介を。主なモッドはこれくらいですかね。抜刀剣モッドは腰に刺す刀を追加するモッド。ミップルーンモッドは文字通りミップルーンをはじめとしたイカれたアイテムを追加するモッド。チョコレートクエストは様々なダンジョンやボスを追加するモッド。黄昏の森は別次元にダンジョンなどのワールドを作り出すモッドです。詳しい説明はシーズン1のパート1を見ていただけると幸いです。なんか木の上に立っていますね。ワンピースの泥みたいだな。あれも今後戦うボスっぽいですね。これからはあんなボスたちと戦わなければいかないんだね。突然ですが、抜刀剣モッドを進めていきましょう。まずは太陽2機の剣を作成し、モブを切って耐久力を1だけ減らします。耐久力を減らした木の剣と原木で、無名刀デクの完成です。これが最初の抜刀剣ですが、何せ耐久力が低いので、今後のことも考えて大量に作っていきます。まずは羊で試し切りを。おお、2発か。初期の抜刀剣にしてはかなりハイスペックだと思います。ダンジョンを攻略する前にちょっとした仮拠点を作って、早速攻略していきますか。今回はどこを攻略するんだ。さっき見た仁王立ちする猿がいるダンジョンです。その石の斧。まさか。やめろ、早まるんじゃない。パート1から王道じゃなく邪道で攻略しようとでも言うのか。せめて最初くらいはちゃんと攻略しようよ。いや、私はもうこれで攻略することを決めたんだ。ほら、そんな横島な考えなんかしているから敵に見つかるんだよ。これ私が悪いんですか。けど、これなかなか強いですね。確かに、範囲攻撃と短い攻速のおかげでかなり攻撃頻度が早いもんな。っていうかそろそろ夜が近づいてきたので撤退したいんですけど。ということでちゃちゃっと倒したところで撤退。おやすみなさい。おはようございます。そういえば、隣の豪勢な家に引っ越しの挨拶をするのを忘れていました。すいません、誰かいませんか。手に持っているのが挨拶とはま反対なんですけど。あ、
どうもダイヤスケルトン、さん、プルーンの、ニグです。挨拶は済ませた、早速死んでもらおう。ここは世紀末か何かですか。隣の家の人に軽い挨拶を済ませたところで、早速目的の品を届けに行きましょう。もうすでに殺人事件が起きているんですが。聞いた話によると、食料不足で餓死しそうなこの私を大量の肉とパンでもてなしてくれるそうです。すごい太っ腹な人だね。その太っ腹な人をさっきに違えたんですけど。やだなぁ、マリサ君は。あの人は残像だよ。どこのバトル漫画なんですか。それでは食料も確保したことですし、攻略していきましょうか。また石の斧、やめろ、やめるんだということで攻略していきましょう。悪魔かお前は。違う、私は悪魔ではない、犬だ。いや自己紹介してるんじゃねえよ。地面から木材を積み上げてここまで来ました。どうやらこのフロアには敵はいないようだな。早速宝箱を開けていきましょう。おお、食料ですね。食料はあるに越したことがないので嬉しいですね。階段があるね。敵は2体ですか。この暗い動作もありませんね。その後も特に面白いこともないので倍速で。けどこのダンジョン、小さい割には入り組んでるな。そろそろ屋上ですね。あの猿がいたね。いざ、尋常に勝負。こうやって見ると改めて大きいな。そんな体格差も関係なしに切っていくのがこの抜刀剣ですけどね。あ。ボス攻略したぞ。なんたるゲドウの戦い方か。いや違う、あいつは自分に有利な地上へと降りたまでだ。貴様が本気を出すというのなら、私もそのドローで戦うまでだ。けどこの試合、勝つ見込みあるのか？そりゃあもちろんですよ。あの時から約1年、私が何もしていなかったわけではないんです。来る日も来る日もミップルーンを食べ続けることによって、私の血液は全てミップルーンと交換されたのです。ものすごく大胆な輸血方法だな。ちなみにニグは腫瘍によってミップルーン流の剣術を完成させてもいるのよ。なんだそのいかにもネタそうな剣術。それならば見せてやろう、ミップルーン流の第一の技を。時空湾曲。説明しよう。いやお前が説明するのかよ。時空湾曲とは、文字通り時空を歪ませることにより、目にも止まらぬ速度で剣を振るうことができる技なのだ。ただ倍速しているだけじゃないかよ。マリサよ、世界には触れてはいけないことがたくさんあるんだよ。いやただ倍速しているだけなんですけど。しかしですよ、こうしてあのボスを追い詰めているのは事実なんですよ。確かに、HP 1000を超えている時点で強いもんな。けど耐久力の関係でどんどんデクがなくなっていきますね。これは早急に次のレベルの刀を作る必要があるね。勝ったぞー。ということで、今回は猿のボスを倒したところで終了です。よかったら次回も見てくれると嬉しいぜ。よかったら高評価、コメント、チャンネル登録してくれると嬉しいです。それではご視聴、ありがとうございました。